高浜町商工会が4年前から取り組んでいる地域通貨制度、赤粉坊や通貨。その売り上げの一部で町内4つの小学校に教材やスポーツ用品が贈られました。高浜小学校で行われた贈呈式には、高浜町商工会と高浜小学校の6年生およそ60人が参加しました。はじめに商工会の田中康隆会長が、大きく成長する手助けになれば嬉しいと挨拶しました。続いて児童の代表に水槽や目録が手渡されました。この日贈られたのは、町内4つの小学校からそれぞれ要望のあったバスケットボールや CD ラジカセ、デジタルカメラなど合わせておよそ15万円相当です。これらは商工会が独自で取り組んでいる赤粉坊や通貨の売り上げの一部を使い購入されたものです。嬉しいし、大切に使いたいなと思いました。ソフトボールが一番嬉しいと思います。感謝しながら使いたいと思います。社会貢献といいますか、その利益の中から皆様方に還元するというようなことを考えて、そういう思いでやっております。地域と密着した営業といいますか、そういうことができればなと思っております。